メイホン、君を受け入れることができるのは私だけだ。私も君と同じなのだよ。体のあらゆるところ、指紋、角膜まで変えた。そして私はレオン・ラウとして生まれ変わった。チェンホーがいくら探しても見つかるわけがない。だが力の手でパンドラの箱を開けてしまった。外見をごまかせて、中身までは肉体接触による DNA 判定、君を殺戮マシンとして発動させてしまった。私は後悔などしていない。罠だとしても君と引き合わせてくれたチェンホーに感謝している。そしてあの時の気持ち、いつまでもない。またここで気づこと引き合わせてくれたチェンホーに感謝している。そしてあの時